皆様こんにちは。草のチャンネルです。この間2月14日杉箱をしたばかりですけども、今日は、令和6年2月27日です。火曜日。この間の杉箱から13日ほど経ちました。結構間が短かったなと思うんですが、今日も実は杉箱が必要な巣箱がありますので、急遽最後までよろしくお願いいたします。実はこの巣箱なんですが、この巣箱は去年の4月に分校した巣箱の一つです。結構大きな群から分校したので、大きな蜂球ができたんですけど、まあ特別大きいわけでもなかったんですが、中の上ぐらいでしょうか。それが順調に大きくなって成長しまして、現在4段です。この間継ぎ箱をした巣箱と同じように、これも結構下の方で巣ができておりました。もう少し大丈夫かなと思っておりました。特に冬ですので、そんなに成長は早いとは思いませんでした。最悪4月の分校直前に杉箱が必要になったので、そのぐらいの引き出しがとてもでもない状態になっておりました。とてもでないけど、3月の下旬まで待つことができないようです。この間継ぎ箱をした巣箱よりも、ひょっとしたらたくさん成長しているかもしれません。今日は外気温がですね、約10度です。この間の2月14日は16度でしたので、6度ほど気温が下がっております。こういう状態で、先ほど少し昼ごろ活発に活動しておりましたけど、午後になって風が少し出てきました。寒くなりました。気温も下がったようです。ここにいっぱい群がっているように見えるんですが、今1匹帰ってきました。まだ活動して外に出ている蜂もいるようですけど、この蜂たちは動かないんですね。ひょっとしたらここで冬眠というわけじゃないんでしょうけど、死んでるのかなと思います。ちょっと触るとわずかに動く蜂もおりますけども、これはどうなってるんでしょうか。とりあえず巣箱の中を内見をしてみたいと思います。引き出しを開けてみたいと思います。わかりでしょうか。結構下まで出てます。先ほど見た時にはもっと下までいたんですけども、随分まとまってきて、このくらいです。先ほど群がっていた蜂がここですね。こちらもここの辺にまだ群がっております。死んではいないようですけど、仮死状態みたいになっております。どうしたんでしょうね。よいしょ。
ご覧のようにこれも結構今見ると少し底まで3センチはあるようですので、この間のよりも少しまだ高いようですけども、これは早く継ぎ箱をしてやった方が良さそうです。早速継ぎ箱をしてあげたいと思います。一応5段に継ぎ箱をしました。あとは元通りにしたいと思います。入り口にたむろしている蜂は 何なのか分かりませんが、冬眠じゃないと思いますけど、死んではいないようです。ずっとここにいるんですけど、ね、体力が落ちて、来ているのかな。寿命に近くなったのかもしれませんね。壁にへばりついている蜂もいます。これで、5段になりました。間違いなく分布をしてくれると思います。
このようにして巣箱同士を針金で、繋いでおかないと、もし倒れた時にはバラバラになりますので、また持ち上げたりする時に外れないようにしてやります、はい、これで継ぎ箱終了です。5段になりましたので、倒壊防止で紐を前後左右にしております。これで4月の分蜂が楽しみです。今回はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。